なんで大丈夫はいさい。はい、今回はですね、最近那覇にできた人気な沖縄そば屋さんに行っていきたいと思います。行きます。で、名前が沖縄そばエイブン。エイブン、沖縄そばエイブン、エイブンに行きます。で、とこに行っていきたいと思います。那覇の牧師にあるんで、ちょっと自分たちも初めてなんですが、結構人気らしいんで行っていきたいと思います。鈴木のね、飲みに行ってからね、ちょっと二日酔いになってるから全然違うけどね二日酔いじゃないけど、じゃあ行きますね。じゃあお腹も空いてるんで行ってきたいと思います。レッツゴー。逃げな、こっち行けなくない？あ、行ける行ける行けるの？ほら本当だ、気をつけて。私たちさ、うん、あれよね、細い道好きよね。これ行ける？好きでと。おお。あっちのパーキングですね。うん。着きましたエイブン。沖縄そばエイブンです。こっち、はい、ピースして。うわ、待って、うまそう、これまずそばあるか。いや、しぶっかけもんそう、まだまぶっかけを頑張って探すと、ワンスクープスコーラ、プスコーラ、以上で、探してください。はい、じゃあ、いただきます。大丈夫、うん、はい、ご飯か。うん、これ並ぶわ。うまい、うまいよ。お待たせしました。テラコマトのそばです。ありがとうございます。はい、うん、カメラ見て感想言ってよね。美味しいらしいです。はい、今 AVAV だよな。はい、今 AV から帰ってきました。どうでしたか、すずさん。美味しかったです。麺がめっちゃめちゃしてる。あと他にも沖縄そばだけじゃなくて、混ぜそばとかも、ね、3種類ぐらい。そうだからさ、混ぜそばだけ食べに行くのとかでも全然いいと思います。私たちが行った時さ、うん、4時ぐらいだったけど、4時でも結構外を待ってる人もいたから、うん、12時とか来る人はもう待つ覚悟で、お腹もちょっとめっちゃ空いてるっていう時にはおすすめしないんですけど。なんでおすすめしないだよだって待つもん一応本当に美味しかった。ソーキそばが、ソーキがめっちゃ美味しかったから、本当に並ぶだけの価値を聞いてる並ぶ価値あると思うんで、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、お願いします。はい、でこだよ父ちゃん最後に締め終わったいった、もうてことで今日の動画は以上になります。それでは次回の動画で会いましょう。じゃあバイバーイ。じゃあ、バイバーイ。